皆さんブヒブヒブ、こぶたニュースのお時間です。今回は機内で大暴れした女性に日本円で1000万の賠償請求がされたというお話です。6月22日ロンドンのスタンテッド空港からトルコへ向けて飛び立ったイギリスの格安航空ジェット2の機内で乗客の女が暴れたため、離陸から20分後にスタンデッド空港に引き返す事件が起きました。その際、戦闘機2機が出動し誘導したとのことです。暴れた女性はクロエ・ヘインズ25歳。飛行機の出発が遅れていることに苛立ち、前の座席を蹴ったりしていたそうですが、飲酒もしていたようです。離陸しても彼女の怒りは収まらず、皆殺ししてやるなどと意味不明なことを叫び、コクピットのドアを開けようとしました。この行為によってハイジャックの可能性があったため、タイフーンという戦闘機が2機緊急発進し、ソニックブームが起こり周囲に爆音を轟かせました。え、なんで戦闘機がって思います。部品ハイジャックにあった航空機が周囲に脅威をもたらす可能性がある場合、撃墜するのだそうです。ヘインズさんは男性乗務員が抑え込んでも男並みの力で抵抗したとのことです。機内は騒然とし、乗客たちの手助けもあり、なんとかヘインズさんを抑えておくことができ、飛行機はスタンテッド空港に到着しました。ヘインズさんはこの騒動のためにジェット2から生涯締め出しを言い渡され、さらに85,000ポンド、日本円で約1000万の賠償請求をされました。航空会社は賠償金を積極的に取り立てるつもりのようで、似たようなことをしようとする人への教訓になればとのことです。ところがヘインズさんの取り押さえに協力した乗客の一部からは不満が出ています。戦闘機が出動するぐらいの恐ろしい状況で、頼りない乗務員のために勇敢に協力した見返りが感謝の印、ソフトドリンク一杯だけでは十分ではないと考えているようです。85,000ポンドの一部をくれてもいいじゃないかと主張しています。ジェット2航空会社はすでに感謝の気持ちを伝えているし、85,000ポンドは今回の件で発生したコストであり、乗務員は訓練されているとはいえ、肉体的に暴力的な旅客に対処することまで期待するのは無理と言いました。このニュースのコメント欄を見ると、航空会社が精神的に弱った女性を訴えるのは間違いとか、ヘインズさんが全ての航空会社から締め出されてほしいとか、乗客に何らかの保証がされてもいいという意見もありましたが、金銭の要求をするのは欲張りすぎだという批判的な意見が多かったです。英雄的行動をしたのに報酬を求めることを残念と感じる人が多いようでした。皆さんはこのニュースをどう思いましたか？私は飛行機に乗っていてハイジャックされたら撃墜される可能性があるということに背筋が寒くなりました。部品頭では理解できるけど気持ちは納得できない。もしそんな場面に出くわしたら、ハイジャック犯を排除する人たちに協力しようと思った部品ね。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。ブヒー。